親切だけどこの人心通ってないなという人もたくさんおられましたし、おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、村上春樹さん、村上春樹さんの名言で、親切さと心とはまた別のものだ。親切さというのは独立した機能だ。もっと正確に言えば表層的な機能だ。それはただの習慣であって心とは違う。心というのはものはもっと深く、もっと強いものだ。そしてもっと矛盾したものだ。ということでですね、村上春樹さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。まあ小説家で有名ですけれども、村上春樹さんは1949年、昭和24年、京都市生まれ、早稲田大学第一文学部卒業、1979年、風の歌を聴け、群青新人文学賞でデビュー。主な長編小説に、羊をめぐる冒険、沼文芸新人賞、世界の終わりとハードボイルド、ワンダーランド、谷崎潤一郎賞、ノルウェイの森、国境の南、太陽の西、ねじ巻き鳥の、ねじ巻き鳥のクロニクル、より文学賞、海辺のカフカ、アフターダーク、1984、騎士団長殺しガール、神の子供たちは皆踊る、東京批評集など、短編小説集、エッセイ集、紀行文、翻訳書など、著述多数、海外での文学賞受賞も多く、2006年、平成18年、フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、2009年、エルサレム賞、2011年、カタルルーニャ国際賞、2016年、ハンス・クリスチャン・アンデルセン文学賞を受賞したということでですね、ちょっと長いプロフィールなんですけれども、まあ、ノーベル文学賞ですか、いつもノミネートされてると言われてるんですけども、真相は定かではありませんけれども、親切さ、私も受けることはあるんですけれども、ただね、1時間ぐらい付き合ってると、どうしてもやっぱりボロが出てくる人がいると思います。私もお付き合いしている中で、やっぱりそういった方もおられますし、ね、表面だけこう付き合ってる人ってすごくおられるんですよね。たくさんいるんですけれども、やっぱり心のところっていうのはすごく違って、心の部分はね、やっぱり、私もわかんない部分はたくさんありますけれども、だけど、やっぱりそこは感じる部分はあると思うんですよね。すごく感じてですね、この人いいなと思います。思ってることはたくさんいるんですけれども、まあ、その人はね、私のことをどう思ってるかはわかりませんし、どうなってるかもわからないんですけれども、すごくね、心とやっぱり親切さ、表裏一体だと同じだと思ってたんですけれども、やっぱり違う部分っていうのがすごくあります。私もね、感じるところがたくさんあってですね、親切だけどこの人心通ってないなという人もたくさんおられましたし、まあ親切で心のいい方もたくさんおられます。そんな方ね、やっぱりたくさんお付き合いしていきたいなとこれからも思っております。皆さんもね、心と、そうですな、親切者、やっぱり一致している方、そういった方を探していってもらいたいと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。